この相手が務まるかい？俺の番だな。行くぞ。僕の番か。エニグマ駆動。行きます。エニグマ駆動。任せて。エニグマ駆動。よし。さてと。行くぞ。はい、そこです。敵集団撃破しました。やった。なんだこれは。その先だ。ここは地下の貨物路。ええ、オルキスタワー方面に。皆さん、これは追撃を振り切る。他にルートはないか。よし、一気に行くぞ。そこ。やれやれ。よし。私の番です。エニグマ駆動。や。なんだ、その程度かい。その程度じゃ俺たちは止められない。僕の相手が止まるかい？よし。僕の番か。僕の番か。はい、行きます。エニグマ駆動。や。皆さん、大丈夫ですか？俺の番だな。行きます。僕の番か。よし、行こう。行くよ。いい夢は見られたかい？クラフトゲットです。あ、よっしゃ、回り込めたか。連中はこちらを負けたと思っているだろう。ああ、おい、任せてくれ。俺の番だな。さてと、エニグマ行きます。エニグマ、やれやれ。それ
行くよ。俺の番だな。私の番です。エニグマ君、僕の番だ。それ俺の番だな。いってや、うん、お返しよ。悪いな、先に行かせてもらうよ。えっ僕の相手が今のはありがとう。よし、さて、えい、僕の番か。え、電池ネット行くよ。なんだ、その程度かい。僕の相手じゃない。行くぞ。ステア。はい。ドライブ開始。それ。さてと。みんな。ありがとう。よし。あれはどうやら何とか追いつけたみたいです。結局タワーの爆破は即憎むべき鉄血最初を抹殺。共和国の連中と手を組んでまでことを起こしたというのに。気を落とすな同志たちよ。我々の味方は多い。火炎光をはじめ例の連中も待っ。この場さえ逃れられれば次なる機会が。そこまでだ。あ、先ほどのガキども。バカな、追跡ルートは潰したはずだぞ。残念ながら別のルートからの。どんなデータを入手したのかは知りませんが。だいたい何なのだ。クロスベル警察、テロ活動、破壊工作の現行犯及び要人暗殺、大警察、たかが自治州の警察ごときが。ふざけ、あなたたちこそどれだけの人を巻き込むつもりだった。やれやれ、いるんだよね。大義名分と自分に酔っちゃって周りが見えなくなるね。だ、誇りを忘れて虚しき繁栄をむさぶるだけの愚民どもが。反省する気ゼロ。我々とて無関係の者を巻き。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者で。話しても無駄だ。とにかく危険の台、手強いです。さてと。そこだ。私の番です。ドライブ開始。
さてと、行くぞ。任せてくれ。行くぞ。援護する。さてと。そこだ。私の番です。エニグマ君。僕の番か。行くぞ。行くよ。やっやっはっ。私の番です。えい。良いデータが取れました。お疲れ様。自治州の警察風情がここまでやるとは。確かにクロスベルは富を享受したが、俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。様々なしがらみと圧力、それらに押しつぶされな。ロイド、ロイドさん。どうやら少々お前たちタワーを爆破しようとした。それじゃ。だが、それでも我々は。皆さん来るぞ。なかなか便利な協力者がいるものでな。せいぜいそこで遊んでいくが、これ以上の問答は無用。ええ、なんとかこちらも行けます。ま、運が良ければ。とにかく硬い車両です。アーツへの耐性もあります。まずは動いて隙を浮か。危険度大、手強いです。わかった。そこだ。俺の番だな。任せて。やれやれ。それ助かりました。さてターゲットを駆除しました。こちらです。任せてくれ。任せて。僕の番か。それありがとう。行くよ。行きます。エニグマ駆動。よし。お返しよ、皆さん。大丈夫ですか。エニグマ駆動。分析を完了します。即戦です。お返しです。行くよ、バースト。
くぞ。さて、やさてと、すぐ。行くぞ。僕の番か。さてと、私の番です。分析を完全に取得済みです。俺の番だな。行きます。ドライブ開始。僕の番か。よし、やった。行くよ。ジュッセイ。行きます。ドライブ開始。私の番ね。や、行くぞ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。行くよ。無駄だよ。行きます。ドライブ開始。任せてくれ。やれやれ。ジュッツェ。そこそこだ。任せてくれ。行きます。さてと、やれやれ。ジュッツェ。さて、そこです。そこだ。行くぞ。行くぞ。承知しました。オメガストライク。よし、上出来だ。さすがですね。やりました。よし、乗っている人間を早く。いえ、中から生体発…どうやら自動…おいおい、人形兵器といい、どうやら妙…くっ、とにかく逃げた連中を。とにかく行ってみるぞ。ま、これも契約でな。対空レーダーを潰した連中もエイドス行きにしておいた。心置きなく。シャーリー、残りもやっていい。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから、遠慮なくかかってくれば。それじゃあ、やめろ。あや、邪魔が入ったか。わかおじき、しゃ、こんなところで。ダメ。どうやら全員なんなんだ。なんでこんな非道なことを。
言っただろ、ビジネス、帝国最小および皇族をね。それが今回帝国政府からまさか。うん、帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。これがあればシャーリーたちに手出しはできないんだよね。そ、自治州法、帝国、共和国政府によるクロスベルでの公的執行権はつまりこの件に関しては正式な処刑人ってわけだ。用意周到じゃないか。おじき、なんで殺した、なんで殺しやがった。あんたなら殺さずに無力化できただろうが。ぬるゆマキック、ランディ先輩。ランディさん、言っただろう、処刑を受け負ったと。それにこの程度の殲滅戦、貴様には珍しくもあるまい。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけば、この結果が鉄血に政治的に利用されること。そんな、まさか。せめてもの情け。シャーリー、話して。ああ、もっと、ま、いっか。雑魚だと。はい、パス。逃げられないです。さて、報酬も入ることだし、今夜はやっ。それじゃ、まっ、わか、じゃあな、ランドルフ隊長。社長、共和国政府の委任状があっても連れて行く権そう言われましても長老、納得できないようであれば実力行使をされても結構。そこの風の剣聖殿ならば我らの友人伝説の教主院、それ以外もかなりの手だ。心配せず、せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に。ふざけるな、貴様ら東方人のせいで。ロックスミス大統領個人的には親近感をか、文句や抗議が終わりでしたらどうぞ大統領府の方へ。それでは引き上げましょう。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。テロリストたちの方は？共和国の一団はヘイユエという、なんで共和国政府の逮捕。え？おお、それは彼らは我々の友人でしてな。そして帝国政府による委任状のもとに。なんだ。最初一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用したと。ええ、確実を期すため、私はともかく王子殿下を狙った背後にいる愚か者たちへの良い警告。よく言うぞ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまり、
あまりに真偽にもとるやり。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたな。この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということが。まんまとテロリストを会議の場に近づけた挙句、無様に取り逃がし、結局は我々の配慮によって逃亡を阻止できたは確かに先ほどの議案の良い事例と言えるであろう。ええ、失礼ながら実際に命を狙われた先ほどの駐留案、もはや真剣に。あの、なんと強引な。まさかそのために。ここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線した。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、その前に襲撃によって邪魔された私の発言を再開させていただきたい。ディーター君。うん。して、どのような定義。いえ、定義ではなく、迷いもあったのですが、この事件で決意は固まりました。今この場をお借りして。何？我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。周辺地域に、いや大陸全土に、私はここに市民および大陸諸国に対し。戦機とその娘か。シグムントさん、こちらの。かま、お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。これ以上のお楽しみは。同感です。そういえばノイエブラン真相回転、なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。なんの、こちらこそ知らぬ仲でもないのに挨拶にも出。そういえば死に損ないどもは元気。嫌になる。まあ、あなた方のおかげで未だに夢見が悪いご。長老会を襲って人質に取ったりした。依頼で不在で。あ、ひょっとしてイン東方人外最強っていう。そういうお前はわずか16で最強の両兵団の大。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面をしてるけど、筋肉の使い方も不自然だし、普通にしてた方が強いはずなのに、もったい。ほう。親バカかもしれんが、こいつ、ま、気に障ったのなら俺からも謝罪させてもらおう。別に、ザオ、くだらぬ挨拶を続けるのなら先に。では。ああ。待って。